皆さんこんにちは、突然ですが家族が増えました。ミニチュアダックスフンドのレオくんです。男の子、今3ヶ月です。おかげさまで、このセカンドチャンネルも登録者数が80人になりまして、今までやってきた企画はそのままやっていくんですけど、まあ、後ろにちょいちょいレオくんが出てくる可能性もあるんですけど、まあ、せっかく家族も増えたのでレオくんの動画も上げていきたいなと思っています。一つ一つの動画を100回再生を目指して日々クオリティを上げられるように頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ではレオくんが来た昨日の夜と、今日のちょっとしたレオくんの様子をご覧ください。どうぞ。キーキーなってる、キーキーなってるよ。今開けてあげるよ。よいしょ。かわいいね、ちっちゃい。軽いよ、めっちゃ軽い。すごいおとなしいね、やっぱね。かわいい。おしりふりふり。レオくん、レオ、あら、リオくんのお部屋です。なんかミニチュアダックスフンドは上に蓋がなくてもなんか出れないみたいだから、なしのやつでも大丈夫ってことで、こんな形のこの子にしました。ねえレオくん、寝るところはここのふわふわのやつで、あら入ってくれたの。あ、出ちゃった。で、おトイレはこれ。ご飯とお水はこのシンプルなやつにしました。さて、この中入ってゲージを閉めるかな、閉めようかな。どうしてお座りしてるの、かわいいね。かわいいね。レオくん、レオくん、レオくん、ハウス、ハウス。おー、いたよ、レオくん。レオくん、ハウス。おや、いい子だ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 。あら、いい子だ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 。あら、いつの間に入ってるの。いい子だね、いい子だね。いい子だ、いい子だ、いい子だ。新鮮だね。あんまね、温度差良くないって言ってたから楽しい。かわいいね。かわいい。あ、電車だ。かわいい。今日ゴミの日じゃん。帰るんだね。結構パンパンだったのに。狭くて中入っちゃったもんね。寒いね。もうちょっとでお家ですよ。
いね。いっぱい遊ぶやつ。落ちてる。頼った。かわいいね。